制服として着ていた服が廃盤になっちゃったんですよね。新しい自分の制服をなんか作らなきゃいけなくなったんですよ。シルエットが大きいんでロールアップしても結構生地が薄いからダラッと降りてきちゃうんですよ。だからこのまんま履くっていうことが多くなったことで、今までのスニーカーとは違う選択肢がすごく増えて、靴だけ色をつけるっていうことを昨シーズンやってたんですけど、全部黒にするっていう遊びとかも、アウターの中に着るものに色を入れるとか、なんかそういったこともやるようになって、ちょっとこう自分の中の定番にちょっとアップデートできたかなっていう、マルジダのウィメンズよりもちょっと可愛いっていうか、そういう印象があってなんかちゃんと見てなかったんですけど、ある時こう見てたらこのロングブーツも可愛くて、試着してみたらなんか自分にサイズ感も合うし、でなんかこうメゾンマルジダのこうマルシーのところが浮くになってて、なんかそういうのもすごい凝ってて、春も秋も着れるし、この上からなんかこう合わせても全然いい、これも多分長く着るだろうなって。さっきまあギャルソンのパンツを結構80年代の雰囲気があるなと思って、それに合うニットってどんなのがあるかなって、そういう目線で探していく中で、なんかロイブのこのニットが一番追い求めてたルックに近づいたっていうか、程よくおじさん臭いというか、ちゃんと今のディテールがあるっていうバランス感覚がめちゃくちゃいいんですよ。あと首がめちゃくちゃ細いんですよ。だこれもなんかおじさん臭いんですよね。いい意味で。マサヒロ丸山のメガネずーっと使ってて、パリのなんか賞取ったんですよね。メガネデザイナーとして。その時にコレクションなんかいろいろやってて、その中のデザインの一つなんですけど、手で描いた線のレイヤーをそのまんまメガネのフレームにしてるんで、左右非対称、こっちもこっちも同じように見えるけど、実は形がちょっと違うっていう、その感覚がすごく強い違和感だなと思ってて、こういう些細なこう違和感が気づかないうちに人を引きつけるっていうか魅力になっていくと思うんで、音楽もそういうところもあるし、気に入って。デザインの魅力って日本の家屋にもサイズ感に合うっていうか、そういうところにすごい魅力を感じてて、でも日本で手に入んないんですよ。アンリアレージのパリコレクションの時にチャンスだなって倉庫まで行って、ぜひ手に入れたいなっていう話をしてましたね。シャルト・ペリアンとかジャンヌレっていうのだけお互い分かってなんかこう会話になってるか分かんないですけど、会話して手に入れて送ってもらったんですけど、コロナでようやく今年になってたと思ったんですよね。こうやって送られてきたタグのそのままつけてるんですけど、なんかこういうのも可愛いな。